弾道ミサイルが飛んできたらどう身を守るのか、政府のコマーシャルが始まりました。屋外スピーカーなどから国民保護サイレンと緊急情報が流れます。屋外では頑丈な建物や地下に避難を、近くに建物がなければ物陰に身を隠すか地面に伏せて頭部を守る、屋内では窓から離れるか窓のない部屋に移動を。このコマーシャルは今日から全国の民放テレビ局やインターネットなどで流されています。政府としては北朝鮮が弾道ミサイルの発射を繰り返す中、国民に注意を呼びかけ、万が一ミサイルが飛んできた場合の対応について理解を深める狙いがあります。